忘れず、今回ですね、こちら、カジキの角を使った森を使って、魚つきに行ってこようかなと思っております。もう気づいた人もいるかもしれないですけど、ここはね、塗りました。どうでもいいか。ということでですね、今日は珍しくね、ここにまだ魚がないんで、何を捌くかっていうのは決まってないんですけども、とりあえず、海に行っていきましょう。大物を取ってこよう。行ってきます。さて、取れるといいですね。普段はね、かなり魚種絞ってるんで、まあ魚が取れないこととかもあったりするんですけど、まあ魚種さえ絞んなかったら、全然魚いるんでね。あとはね、カジキの角の強度次第ですね。いやー、取れるといいね。まあ小さいのはね、必ずいるんで、あれなんですけど、大きい系の魚種がいたらなっていう感じですね。はい。楽しみです。今日は寒いわ。うわ、しまった。はい、それでは海に到着しました。今日はこのカジキの角の森を使ってですね、魚を取っていきます。よし、行きますか。はい、ということで夜の海です。今日はですね、森の強度を考えて沖で大物というよりは浅瀬で中ぐらいの魚を狙っていこうと思っております。今取ってるのはマガキガイですね。さて、早速獲物を発見しました。皆さん見えますか。先行開始。ヒット。こちらはワモンダコですね。カジキの森ですが、タコは難なく貫通するようです。ちなみに次の日競りに出したら、これ1匹で700円ぐらいでしたね。タコ。さて、次の獲物を見つけました。狙いを定めて、ヒットならずと。で、今回カジキの森使ってみて思ったのは、普段先っぽが金属でできてる森を使ってるんですけど、それと比べて浮力がすごいんですよね。そう、いつもの森と同じ感覚で打つと1センチぐらい上にね、当たるんですよね。これにね、苦戦しました。と、あと貫通力がやっぱり低いんで、完璧な角度、場所に当てないと刺さんないんですよね。諦めずに狙っていきます。ヒット。ようやく今回初の魚が取れました。こちらはシマハギ。島では結構人気の食材で、唐揚げとか煮付けとかでね、食べられることが多いです。まあ味もいいですし、非常にさばきやすいです。と、ここで大物を発見しました。鬼だるまおこぜですね。かなりの大きさです。少なくとも僕が出会った中では一番でかいですね。どんだけ近づいても基本的に動かないです。擬態に絶対の自信があるんでしょうね。さて、早速狙っていきましょう。ヒット。一瞬で振り払われてしまいました。で、こちらもう一つのカメラですね。打ちどころはいいんですけど、刺さりきらないんですね。さて、もう一発狙っていきます。しますが刺さりません。最初の一発目でかなり先が丸くなって、もうほとんど貫通力がないですね。次は作戦変更してエラを突き刺します。さて、距離を詰めていきます。ヒット。今回は刺さりましたね。完璧に刺さりました。はい、森で疲れてもほぼほぼ無反応ですね。ちなみにですね、鬼だるまおこぜの背びれには猛毒があって、刺されると最悪の場合死んでしまいます。さて、なんとかね、ゲットできました。これはでかいですよ。はい、まだまだ漁を続けていきましょう。こちらの可愛いフグはですね、サザナミフグっていうフグです。全然ハリセンボンほどではないんですけど、すごいトゲトゲしてて触ると痛いんですよね。こちらのフグはね、食べれないんで逃がしました。さて、また獲物を見つけました。先行していって、ヒット。さて、
今ついたの皆さん分かったんじゃないですか。あのハリセンボンね、普段取らないんですけど、中でね膨らんじゃって結構ね取り出すのにね苦戦しました。これね大変でしたね。はい、なんとか取り出しました。こちらハリセンボンの中でもヒトヅラハリセンボンっていう、結構大きくなるタイプのねハリセンボンになります。ちなみにこれもね競り出したんですけど500円ぐらいでした。さてどんどん潜っていきます。ゲット。こちらはおそらく南ハコフグっていう種類のハコフグですね。この魚の幼魚がめちゃくちゃ可愛いんですけど、まあそれもまたいつか出しますわ。さて次、擬態してる魚がいますよ。ヒット。返しがないんで手で先っぽを押さえて、持ち上げます。こちらはミツバモチノウオっていう魚です。まあ寝てるんでね素手でも取れますよこの魚は。さてまた大物がいました。外してもう一発狙いに行きます。さて穴に追い込んだところでヒット。白い太めの胴体が見えてますね。さてここから回収していきます。おっとこれは抜けてますね。どこに逃げたか探してます。土煙で中が全く見えなかったんで落ち着いた頃にもう一回同じ穴をね見に来ました。いますね。ヒット。今度は逃がさないようしっかりね押し付けていきます。回収に向かいます。今度は抜けないようにハサミでしっかりと掴みに行きます。頭を掴んで引き抜きます。緊張の一瞬ですね。はい、なんとか確保することができました。満足して帰ろうとしてる途中にまた面白いものを見つけました。ゲット。手づかみでゲット。こちらはソウシハギですね。肝臓にパリトキシンっていう猛毒を持っていると言われているカワハギですね。ソウシハギ逃がします。さてそれでは陸に戻りましょう。よし帰ってきた。よいしょ。よし見ていきましょうか。ちょっとダメだ、結ぶか。いやだいぶ取れたね。俺もうちっちゃいのしか取れないと思ったからびっくりしたわ自分自身ね。よいしょ。ほらすげえ。ぐちゃぐちゃや。これがね鬼だるまおこぜ。でけえなこの鬼だるまおこぜ。 1.5kg ぐらいありそうだね。あこれは伊勢海老の足。びっくりした、俺これ取れると思ったかった。ちょっとじゃあ鬼だるまおこぜに刺されてましたけどこいつ箱の中でかわいそうに。これね取るの難しいんすよ。すぐ抜けるんで。びっくりした、こんな大きいのなかなかいないんですけど、切りアナゴっていうアナゴですね。初めて食べるんでね、これはねどんな味なんだろうね、すごい楽しみ。でこのちっちゃいブダイみたいなやつ、これはねミツバモチノウオっていう魚ですね。ミツバモチノウオで、でこれはねシマハギっていう魚。そしてこのタコはワモンダコですね。でこれマガキガイで、このハリセンボンがですねヒトヅラハリセンボンっていうハリセンボンです。で今日はですねこちらキリアナゴとミツバモチノウと最後シマハギ、この3種類を調理していこうと思います。でこのハリセンボン、タコ、マガキガイはね競りに出します。普通に売ります。でこれ鬼だるまおこぜ、これは次回さばきましょう。次回の動画です。この鬼だるまでかすぎんかめちゃくちゃでかいんだけど、俺びっくりしたもん。うわ次回の楽しみだね。鬼だるまはね結構初日に食うと味も薄いんで今日は食えないしね。よーし穴子用の準備していきますか。穴子の目に釘を打ち込みたいんでこれ板をね置いていきます。これただの板です、まな板ではないです。はい、ここでさばいていきましょう。うわお寿司屋さんっぽい。これ目打ちっていうんだったかな。オッケー。
これで固定できるはずです。実は木の板を買いに行ってて1日経ってるんですけど、そういえば観察してなかった気がするな。観察してたかな、してない気がするね、やっぱり。ということで観察していきましょうか。はい、こちらがキリアナゴですね。キリアナゴの特徴はやっぱりね、分かりづらいな、まあ、水中だったら結構分かりやすかったと思うんですけど、しましまがあるのがねやっぱり特徴的ですよね。もう普通に食べられてるアナゴとは全然違う種類のアナゴですね。でこれがシマハギですね。しましま模様があるんで、まあ、シマハギっていう簡単な名前で、こいつはニザダイの仲間で、ニザダイ系の魚は島にいろんな種類がいるんですけど、こいつとニジハギだけはね売れるんですよね。結構味がいいです。でこちらがミツバモチノオですね。ナポレオンフィッシュの日本の名前メガネモチノオとかなり似てるんですけども、一応ね近い種類みたいです。ナポレオンのちっちゃい版みたいな形してますもんね。島ではベラとか言ってね売られたりするんですけど、まあ、基本的にほとんど値段はつかないですね。まあ、あんまり市場価値のない魚ではありますね。でちなみにですね、この3匹とも普段の素潜りだったら取らないような魚種ですね。このシマハギはね結構人気の食材ではあるんですけど、まあ、やっぱちっちゃくてね、これ1匹で50円とか、うん、そんぐらいなんで、森で1匹ずつ取るのはちょっと効率が悪いですよね。まあでもね、頑張れば1時間で5キロぐらい取れるんで、5キロは無理か。まあ刺し網とか言って網を張ってそこに魚が突っ込んできたところを取る漁法があるんですけど、まあそういうね、もうちょっと効率のいい漁法でね、普段は取られてね売られてます。ということでですね、キリアナゴねさばいていきましょう。いやちょっとねアナゴ系さばくの初めてなんで、うまくいくか緊張してます。はい、頑張ります。じゃあ背中から包丁入れていこうと思います。あー意外としっかりとした身なんですね。もうちょいこっちの方がいいな。ちょっと今めちゃくちゃ集中してます。あんまり喋れないです。スケットダンスのねボッスンぐらいね集中してますよ今。スケットダンスとかみんなわかんのかな。めちゃくちゃ世代だったんだけど、これ多分アナゴと構造が違いすぎるぞ。なるほど、これ多分アナゴ構造が違うぞ。普通のアナゴとにね背骨があるんですけど、これ背骨のこれわかるかな、えげつない段差があるんですよね。でここめっちゃ硬い、切れるような感じではないんですよ。普通のアナゴはこんなんないと思うんですけど、アナゴと全然構造が違うんだけど、どうしよう。普通にさばく、普通にさばくか。なんかねから包丁入れて、でこうやって背骨をスーって外す、これをねやってみたかったんだけど、これ多分無理だな。くそ、よし反対側にしましょう。なるほどね、よしやっていきましょう。でもね結構ね身がしっかりしてて包丁入れやすいんですよね。包丁は入れやすいが骨の形がえげつないわ。うん、難易度的にはかなり高いね。身残ってるやん。よし、はい、それでは背骨と身をね外し終わりました。ちょっと内臓見ていきましょうか。はい、こちら見てください、結構内臓脂肪がね乗ってるんですよね。すごい、まあまあ乗ってる。これは何かな、おそらく胃袋ですね。胃袋は長い。そしてこれなんだ、これは肝臓っぽいですね。これ心臓はどこにあるんでしょう。心臓は見つかりませんね。コンパクトな内臓をしてるんですね。にしても打ち所が悪いですね。もう身がぐちゃぐちゃです。でこれね触った感じ結構こうね、もうこれ小骨じゃないでしょっていうぐらいのしっかりした骨がかなりね全身に入ってます。しかもね普通の魚よりすんごい骨入ってます。2列か3列ぐらい入ってますね。もうおそらくなんですけど骨切りをするか、もしくは圧力鍋で炊くかぐらいしないときついと思うんで、骨切りをねしていきましょう。はい、それじゃあ頭を落としていきましょう。骨切りか、大変だね。でちょっとここ腹の膜外しときましょう。これ結構ね血もすごいし絶対外しといた方がいい。これ難しいな。よし取れた。じゃあ骨切りするんだったら、もう俺せっかくなんでこの大きいままね料理したかったんですけど、仕方ないです。
半分に切りましょう。ちなみに島にはマアナゴ、普通のアナゴはいなくてこのアナゴしかいないんで、ついにアナゴは食えるぞと思ったんですけど、やっぱり競りで売れないには理由があるんですね。ものすごい小骨ですよ。わっ、つながった。ちなみにここにね、かなりねいかつい骨があります。よいしょ。よし、じゃあ骨切りをしていきましょう。うわ、身が柔らかいて。あ、でも意外と骨も柔らかいんですね。思いのほかね、カツカツ切れてますね。切れてる感もちょっとないぐらい。もしかしたら、いやでもね、骨切りせずに食うには硬いと思う。これ骨切れてる音聞こえてんのかな。ちょっとコリコリって言いながら、このゴリゴリって言ってるのが骨が切れてる音ですね。ハモとかでこういうやり方をしますよね。まあ、ウツボとかもねやったりするんですけど、ウツボはね本当に骨が硬くて包丁泣かせですよね。最後まで骨たっぷりだなこれ。いや本当に尻尾の先端まである。呆れちゃうな。よし、もう片方、これは圧倒的な早送りでいこうかな。はい、それでは骨切りが終わりました。まあ、どっちかというとアナゴってよりハモみたいな感じなのかな。まあ、とりあえず下処理終わったんで、こちら2匹さばいていきましょう。はい、鱗を落としていきます。わ、結構頑丈にひっついてんな。もう手で取ろう。取りづらいこの鱗。よし、次シマハギ。これね、あんまり取れてるように見えないんですけど、超ちっちゃい鱗がねついてます。ほら、一応取れてる。はい、それでは鱗は取り終わりました。まあちっちゃい魚はね丸揚げでしょう。内臓とねエラを落として、それでね揚げていきましょう。はい、それではお腹を開いていきましょうか。どうしようかな。開いていって、うわ、まあ、ニザダイキはね海藻的なのを食べてるんで、これ内臓がねぐちゃってなってますよね。でエラもこれ取っていきましょう。で次、三つ葉持ちの尾。三つ葉の持ちの尾もお腹を開いて、あ、ここ硬いな。でエラを取って、はい、で今日はですね、キリアナゴの湯引き天ぷら、そして小魚の唐揚げ、こちらの3品を作っていこうかなと思います。それでは調理していきましょうか。はい、じゃあまずはね湯引きから作っていきましょう。湯引き用に切っていきます。どうだろう、こんぐらいのサイズが食べやすいんじゃないかな。ここね、ついた場所なんですけど、このついた場所の辺は結構傷んでて、お腹壊す可能性があるんで、もったいないんですけど、ちょっと食べれないです。ここもついた場所ですね。ここもお腹壊す可能性があります。食べれません。まあ取ってすぐだったら全然大丈夫なんですけど、まな板買いに行ってて日にちが経っちゃってるんでね、仕方ないです。で天ぷらもこのサイズで切っていくんで、天ぷらも同じですね。ついでに切っていきます。はい、じゃあはい、じゃあ声が出ない。はい、じゃあお湯を沸かしていきましょう。セット。はい、それでは入れていきましょう。湯引きってどんぐらいやるんだろうな。すぐ火通るね。でも骨切りしてると。はい、じゃあ氷水でね冷やしていきます。やっぱちょっと血がついてた場所は結構見た目が悪いですね、どうしても。でこれキンキンにね冷やしときます。はい、そしたら次はですね、唐揚げと天ぷらを作っていきましょう。しっかりとね水分を拭き取っていきます。
よし、味付けをしていきましょう。味付けは簡単、塩コショウ。塩コショウがね、うまいんだ。塩コショウで、片栗粉でまぶしていきます。多分俺より片栗粉使ってる YouTuber っていないんじゃないかな。毎回使ってるよな、ほんまに。多分登場のペースで言えば年間50回ぐらい出てんじゃないの、片栗粉。そう、俺が住んでる島はユリがね、たくさん作られてて、ユリ根からね、片栗粉を作るらしいんですよ。いつかね、片栗粉を一から作る企画とかやってみても面白いかもしれないですね。ユリ根を掘らしていただいて。ちなみに食べる用じゃなくて観賞用のユリなんで、食べれるか知らないんですけど。食べれるでしょ。で、余分な粉はね、落としていきましょう。でも片栗粉をね、一から作りたいんだよね。片栗粉と油、油はなんか椿の実とかから作りたいよね。わ、一から唐揚げ作りたいな。魚も自分で取ってさ、油と片栗粉、塩は海の海水で精製してさ、胡椒はちょっと難しいな。それ面白そうだな、今度やろう。オッケー、ティラピアみたい。はい、じゃあ天ぷらもね、作っていきましょう。天ぷら粉、うわ、上までぎっしり詰まってる。全然下落ちねえ。こいつ生意気だな。いや、商品に生意気とか言っちゃダメなんだ。怒られちゃう、企業に。怒られちゃうよ。だいぶ生意気だけどな。オッケー。ほら、こぼれてきた。よーし、入れていきましょう。こんぐらいでいいでしょう。なんか天ぷら粉ってさ、よく冷蔵庫に入れといた方がいいみたいなこと言うじゃないですか。冷たい方がいいっていうのかな。あれってなんでなんすか？視聴者さんに聞いていくスタイル。あれってなんでなんすか？冷たいと何がいいんでしょうね。絶対水多かったわ。さて、油を入れていきましょう。着火。お、いけるわ。いけ、三つ葉。マジで川魚みたい。めちゃくちゃ香りいいんだけど。うわー、跳ねる。シマハギいきます。ドン。はい、さてさて、ラストはヒリアナゴちゃんをね、天ぷらにしていきましょう。うわはは、これは美味しい。はい、それでは完成しました。いただきます。いやー、どうでしょうね。まずこちら湯引きからいきましょうか。いただきます。正直に言わさせていただきます。美味しくないですね。はい、全然美味しくないです。なんか食感もなんかちょっとなんていうんだろうな、粉粉してるっていうのかな。舌触りがすごい良くないし、あとね、皮が臭いね。とても皮が臭いです。あと骨が痛い。骨切りしてもなんかすごいこの骨尖ってて、先っぽがなんか喉にチクチク当たってきて痛いですね。全然美味しくないわ。びっくりした。アナゴなのにね、見た目は。天ぷらをね、いただいてみましょう。天ぷら美味しいんじゃないか。いただきます。なるほど。天ぷらに関しては、可もなく不可もなくって感じですね。揚げたら皮の臭みっていうのも消えて、まあ別に嫌な感じはないんですけど、ただ、アナゴみたいな旨味とかはね、もうほとんどなくて、ちょっと魚の風味がする、ふわふわな物質を食べてる感じ。あーでも、今ちょっとアナゴだと思って食べたんで、辛口評価だったんですけど、まあでも普通に美味しいですわ、これに関しては。ふわふわしてて、食感もいいし。うん。ちょっとなんか予想と違いすぎて最初辛口に言っちゃったけど、あ、全然美味しいわ。うん、あ、美味しいです、美味しいです。これは美味しい。で、結構ふわふわしてて上品な感じの味がしますね。まあこっちは普通に美味しいです。はい、天ぷらはね、普通に美味しかった。ビビキはちょっと衝撃的に美味しくなかったけど。じゃあ唐揚げいってみましょうか。ここ背びれとかをね、外して、はいはい、う外したらもうこれかぶりつけます。美味しいです。アナゴの天ぷらの方が美味しいわ。でも三つ葉餅の方もここを外していきます。し
マハギの方が美味しい。全然美味しいんだけど。てか、この魚骨が青いよ。すごい。うわ、でもカメラで撮ると分かりづらい。ほら、骨がちょっと青いんですよ。まあ、水色っていうのかな。すごいな。骨が青い魚初めて見た。面白。まあ、この3種類の揚げ物を食べ比べてみて、今初めて分かったけど、切り穴もめっちゃ美味しいわ。うん、天ぷらめちゃくちゃ美味しい。美味しいです。こいつが一番ダントツでした。美味しい。はい、それではごちそうさまでした。いやー、まあ今回ですね、カジキ盛りを使って、潜ってみたんですけども、まあ意外と取れるもんですね。まあ切り穴子はね、まあずっとね食べてみたいなとは思ってたんで、取れてね良かったですね。まあでもやっぱり穴子とはね全く別物な感じがしますね。まあ見た目は穴子なんですけど、マーナオとはね全然別物ですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは、はい、どうもです。今回はですね、こちら鬼だるまおこぜっていう食材ですね。うわ、臭っ。ここにね、猛毒があるんですよ。あ、出たね、今。うわ、やばいね。